日吉神社鳥居日吉神社は、島根県出雲市今市町にある神社、三郎さんの愛称で親しまれる。中世の頃、現在地より北東へ、約500メートルのあたりに、高雲山仏章寺という天台宗と新言宗とを兼ねた大寺院があり、それにより、三郎権限がこの地に誕生されたと推察される。宝徳元年に仏章寺が全焼するという大火が起こり、 同年に再建された本町エビス社の胸札に、宝徳元年、参納者主金本とさと書かれていることから、参納者は15世紀の中頃には、すでに鎮座していたことがわかる。その後、A62 年三中高生が、天子和久を用して、最強を図った時の毛利軍との戦いにより、今市の町は陛下に遭い、参納者も消失したと思われるが、記録は残されていない。 今市の町の発展とともに、人家も増え密集してくると、境内が汚れ社殿も、火災の恐れが出てきたため、安永三年町内の伊藤善五郎により、所有地が寄進され、宇治子一同が相談してその地に社殿を造営して、放船した。これが、現在の社地である。明治四年に、日吉神社と改称尊者に列せられた。社殿は1909年に焼け、 1913年に新築されたのが現在社で、一町一社の宇治神様として、町民の信仰が厚く、現在でも三郎さんと呼ばれ、親しまれている。ありがとうございます。